シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなければモンストニュース予想をやっていくっていうやつで。さあ、というわけで今回は毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためにやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけで去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の7月15日のモンストニュースはフラパ後のモンストニュースだったため、内容はかなり薄かったという感じになっていたぜ。まあ、コラボの追加情報はなしだった。というわけで見ていくと、まずはこれ、裏近畿の追加ということで、まあ、最近完成した裏の方が、まあ、ここで始まっていたと。で、まあ、来月は、8月、天魔の古城が追加されるということで、まあ、それかなり楽しみだよな。まあ、1年前にこういうことがありました。さあ、次は、重心化、アレキサンドライト。3ギミック対応で、まあ、すごく速いダッシュ M もある。で、状態異常底力 M で、まあ、火力もね、出せるところでは出していけるという感じのモンスターとなっていたぜ。で、まあ、こういう大イベントの、後の重心化って、大昔はね、なかったんだよな。なんか前借り発表だったんだけども、まあ、最近はしっかりとやってくれてるから、今年もね、どんなものが来るのか楽しみだよな。さあ、で、次、モンストグッズ夏祭り2021ということで、これにね、なんと、孫悟空アルファ35万ザルがいたという、これね、ほら、ここにしっかりいるんだわ。まし、なんなのこれ、ほんと。まあ、嬉しいけども。さあ、ということでした。それでは、モンストニュース予想に入っていこう。さあ、というわけで、モンストニュース予想に入っていきますか。で、もう、ほんと、ジョジョコラボの予想をしていたら、マジで終わりないから、まあ、なるべくね、簡単めにやらせてもらおうぜ。で、というわけで、フラッパで発表されたジョジョコラボ。待望のコラボに会場は大盛り上がり、今回のニュースではその追加情報が確定しているということで、まあ、こんな感じね、7月14日木曜日16時からのモンストニュースで、まあ、その他のコラボ情報、モンストニュースで発表ということで、もう追加情報は確定している。で、まあ、コラボ自体は7月15日金曜日12時だから、まあ、前日でね、まあ、どんだけ発表があるのかってとこだよな。で、まあ、去年の大の大冒険を、まあ、見ていくと、フラパで、ほぼ大部分のニュースを発表してんのよ。マジで。で、まあ、その後のモンストニュース、まあ、今回振り返ってる後のモンストニュースで、まあ、超究極バランとか、アバン先生とかのやつが発表されてんだけども、まあ、去年って、その最初のニュースとか、2回目、さっきの振り返ったニュースとかで、超究極発表してなかったり、まあ、なんかよくわからん感じはあるんだけども、まあ、去年ね、この時点ではほぼ発表されていた。で、その内容も結構ボリューム半端なかったよな。はぐれメタル、経験値をすげー獲得できる、このもう大サービスのコラボのやり込み要素よ。こんなもの過去にあったんかってぐらいね、半端なかったよな、本当に。俺ランク上げしたことないから、いやー、これしとけばよかったなって未だに後悔している。まあ、そんなものがありました。で、モンスターソウルで、ドラクエの有名モンスターたちをたくさん引き換えることができる。これもやばいよな。で、次、ゴメちゃんもいた。まあ、大きなイベントで発表されたコラボはやっぱり守護獣がいるということで、まあ、ゴメちゃんもいました。まあ、ということで、まあ、今年も明日のニュースに期待したいわ。去年これぐらい頑張ったんだから、まあ、ジョジョもね、なんとかしてほしいとは思う。でもなんかモンストってすげえこういうなんか期待した時ってなんかなんて言うんだろうな。ちょっと俺若干嫌な予感してる。これは多分、ジョジョファンは多分ね、みんな思ってると思う。なんか嫌な予感しない今これ。いや、マジ頼むよ本当に。フラパで発表されたコラボよ。頼むよマジ本当に。ということで、もうほんとね、予想してたら終わらないから、もう簡単に予想させてもらおうぜ。さあ、ということでね、キャンペーン&やり込み要素ということで、ミッションはおそらくサベジガーデン作戦になるんじゃないかなと。どうなんだろうな。まあ、シーズン1の重要な任務で、まあ、ヤドクガイルが出てきているし、やっぱサベジガーデンになるんじゃない？これ中庭までたどり着く過程を、まあ、一つ一つのミッションで再現してくる。まあ、超究極をクリアしろとか、まあ、あと、ここに関わってくるわけじゃなくて、やり込み要素として、CD を集めたりとか、まあ、そういうのもあるかもしんないよね。まあ、どうなるかわからんけども、まあ、ホワイトスネークのそういうところをね、使ってくるんじゃないでしょうか。さあ、というわけで次は守護獣の発表。
まあ、大イベントで発表されたコラボは守護獣があるということで、まあ、今回守護獣はエンポリオでしょ。エンポリオ以外、見当たらない。とか、もうマジで、その作中でも6部は、エンポリオがもうほんと守護獣的なことやってるから、もうジョリーンをね、助ける立場として、これはもう守護獣、もうエンポリオ以外いないでしょ。まあ、ここはエンポリオと予想させてもらうぜ。さあ、というわけで次、アナスイ。だよな、これ。いや、俺すごい好きなキャラクターなんだけども、まあ、シーズン2から活躍するキャラクターで、まあ、今回シーズン1の方をね、結構題材にしてると思うから、無理そうだよな。まあ、だけど、グッジョブはあるんじゃないかな。祝福しろって、あれね、あれやってほしい、本当に。まあ、プッチ神父もどうなんだろうな。なんか素数数えたりするんだろうか。まあ、ということなんだけども、ちょっと気になる点があって、これ、おまけ今回ないんかな？去年の代はなかったんだよな、これ。まあ、ここでグッジョブが、9種類とかではなくて、報酬なんだろうか。まあ、普段で言うと、ここでね、グッジョブとかのおまけ出すのって、オーブね、すげえ使うから、あんまりね、いいとは思わないんだけど、今回、俺、すげえガチャ引くから、どうせだったらおまけあってほしいなってね、ワクワクミンとか欲しいから、今回どうなんだろうか、この発表ね、明日気になるところ、さあ、そんな感じになっているぜ。さあ、というわけで次は超究極の発表。最近のコラボでは超究極は2つ発表される傾向にある。で、もう1つは確定でしょ。プッチ神父よ。これはもう6部の作品的にプッチ神父出さないと意味がわからないから、まあ、出してくるでしょう。まあ、そのためにウェザーリポート入れて、ヤドクガエルっていう演出もやったと思うから、まあ、来るでしょう。うん、まあ、ジョリーンか、ウェザーリポートどっちかがハマるって感じにしてくるんかな。で、もう一つは、結構難しいけども、まあ、シーズン1の戦いを考えていくと、いや、マジ難しいんだけども、左のこれになってくるんじゃない？まあ、ネタバレになるから、今隠してんだけども、どうなんだろうな。これでもまだなんかしっくりくる感じではないんだけども、まあ、最初に左発表して、来週にプッチ神父っていう戦法で来る可能性があるかなというふうに思うぜ。まあ、みんなが期待しているディオは、まあ、作品のね、関係上ちょっと無理そうかなと、出た場合でもそれ無理やりすぎでしょって思ってしまう。まあ、そういう感じになっているぜ。さあ、というわけでおまけ情報として、未開の大地、フォレミスが神化追加されているぜ。で、イベントクエストの100回使用のね、宝箱プラス1も、開催されているからお忘れなく、ダウトとかあったかな。まあ、そういう感じになっているぜ。オッケー。さあ、重心が座っていこう。今回の重心からはこいつだ。ダイヤモンド、いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。